第13艦隊初代司令官ヤン・ウェンディ少将を紹介しよう。どうもこういうのは、つまり祖国のためとか命をかけてとかじゃなくて、そのうまい紅茶を飲めるのは生きている間だけだから、みんな死なないように戦い抜こう。変わった司令官だぜ。話せるじゃないか。